はい、スロックマンでーす。はい、またボディハザードですね。第4回になりますが、やっていきたいと思います。まさか4回もやることになるとは思わなかったですけどね。はい。まあ、クソゲーですけど、思ったより気に入ったってことでしょうね、僕自身がね。はい、ロードします。6番やったっけな。あ、これや、これ。はい。あー、投げられた。ちょっと待って。この投げられたやつがも、なんかな。もったいないね。あー、これもう投げられる瞬間やったってこと。これめっちゃ減るからな。すぐに攻撃した方がいいな、これ。間違えた。ちょっとスタートセーブしちゃったんちゃう、間違えて、今、俺。あ、大丈夫や。あー、ちょっと待って、リセット押しちゃった、俺な。何やね。これ、セレクト押したらリセットなんの、これ。ロード。あ、もうこれ、投げられる瞬間やったんか。もう間に合わないんや。どうあがいても投げられるんや。ちょっと待って。これ、減るからな、めっちゃ。あ、よしよし、これでいい、これで。投げられなければいいね。あー、間違えた。ちょっと待って。なんでロードしたんだ、また俺。あかん。どっちにしてもめっちゃ減ってるし、これ。ロードを押した瞬間すぐ攻撃しないかんな、これ。あー、もう投げられてるやん、おい。これ、ロード。あかん、あかん。ロード。あかん。これね、タイミング悪いな、これ。セーブしたタイミング悪すぎたな、これ。あかん。こんな食らってたらあかんな。いや、やめとこう、もうこれ。ロー7にしよう。はい。クリアした状態です、これ。いや、なるべくならね、あんまり減ってない状態でね、スタートしたいなと思ったからね、あれだったんですけど、あんだけリンチされたら結局、あんまり変わらんからいいや、もう。これで。はい、まあこれ取ったらまた回復できるから、この、あ、緑のやつ、あ、いっぱいあるやん、回復っていうか、ああいうの取ったら敵出てくるんですよね、また。まだ生きてんのか、こいつ。か、体力多いねんな、敵の。ここでセーブするか。この6でセーブしちゃうか。これでまあさっきの扉のとこ行きゃいいのかな。
ここに。これ戻るんちゃうの？この扉行ったら。多分戻るよな。この中はもう何もないのか。あ、アイテムある。あ、ここにもまだ敵いた。これ密着してたらな、攻撃してくれないんですよ、なかなか。なんもないか、こっちは。これダッシュするのって長いことダッシュしてくれないんですね。なんつうのかな、ある程度しばらくしかダッシュしてくれない、ずっとダッシュしてくれない感じですね、これ。ほら止まるんですよ、勝手に。ある程度ダッシュしたら。あ、こっちか、こっち行くわけか。なんか、あれ？外出ない。え、違うん？こっちと。ジャンプするってことか。出られないん？こっち。行き止まりっぽいな。なんで？外出る感じに見えるけどな。あ、回復あるやん。これ取ってなかった。これ一面まだまだ長いですからね。こっち行ったら戻るよな、多分。これ戻るよな、多分戻ると思うんですけどね。行き止まり？こっち？あ、こっちでよかったんか。合ってたんや。敵が見えるから、あそこに。あ、ここで合ってるね。ちょっとここでセーブするか、一旦。はい。7でセーブしようか。ちょっと待って、しゃがみ蹴りやってんの当たらんときあるね。操作性悪いな、相変わらず。入れへんやん、俺。入り口に、俺。見ての通りね、このゲーム回し蹴りがね一番いいらしいんですね。ボスであろうが雑魚であろうが回し蹴りが一番ね強力らしいんで。このゲームね、一応この主人公 50種類の技があるらしいんですよ。でもね、これで十分らしいんで。
50種類もあるんですよ、このゲーム、技。そこが唯一のね、評価点らしいですけど。全部倒した。これ一回セーブするか。はい。一応まあ体力回復なくなっちゃったけど、一応満タンになってるんで。あ、外に回復あるわ、よかった。あ、でもまた現れるんやとか。あ、あるやん、いっぱい回復。回復いっぱいあるやん。こっちにもあるやん。こう建物の中に敵がいっぱいいるわけだから、外は出てこないんですね、ここの。また中で倒すって感じで。回復取ったところでもう一回セーブするか。かあ、操作性悪いなこれ。ちょっと待って。なんで回って進んでくれないの俺。進んでくれないやん俺。格闘モードになると操作性余計悪くなるんですよこのゲーム。よし、倒した。今度はこっち行くんかな。あ、これ戻るか、こっち行ったら戻るんかな、進むかな。あ、うか、いいんや、いいんや、ここで、はい。これね、犬はもう思いっきり茶髪の方がね効果いいんで、これ密着したらパンチした方がいいですね。キック出なくなるんで密着した時ね、はい、向こうにも敵いるから。あれ進めない、ちょっとどないなってんのこれ。よし、いけたけど、ジャンプしなあかんかったんか。よし、ここや。ああ、下がってどうすんねん、おい。ちょっと待って、ちょっと待って。視点変わるのやめてくんないか、おい。わけわからなくなる、これ、これ。これ、やられてんのか、これ。回復あるやん、2つも。なんで 上からの視点になるんや。あ、読み替えるんか。読み替えるんや。なんで上からの視点なん。密着したらこれキック出なくなるから。
分かりにくいわこれ、この視点じゃ。ちょっと待って、なんで上からの視点になるんこれ。カメラ視点めっちゃ見づらいんやけど。これ自分で視点変えられないですから、このゲームね。やっと普通になったやん。やっと倒した。回復あったんね。どこやったっけ回復。あれや、後ろにあった。ああ、もうちょっとそっち行かないで。そっち行ったらまた視点変わってややこしくなるから。もう嫌な視点になってるけど、もうすでに。これほんと視点クソやな、カメラワークが。分かりにくすぎるんだけど。あら、今出てきたな。さっきのやつは無視無視しちゃっていいや。皆さんね、本当ね、プレイしたら分かると思うんですけど、めっちゃ本当操作性悪いですから、これ。非常に悪いですから。これ落ちてやられること、ことはないですよね。崖の端で止まるようになってるから。ここも走ってもいいんじゃないか。うわ、敵いっぱいいるやん。そっか、めっちゃ遠いなこれ視点が。おい、そしてできた。あれ逃げられた。あれあれ、蹴り出ないやん。なんで？あれ？蹴りが出ないやん。なんで？ああ、そうか。不安定な場所やから、回し受けできないのか？もしかして。蹴りが出ないんですよね。段数があるから、段差があるからか。段差があるから多分回し切りできないんや。体力やばいな。使うか。ちょっとこれセーブするか。なるべく、ま、体力多い時にセーブした方が絶対いいんで。こっちはないんやろうな。あいつ無視してええのかな、さっきのあそこにいたやつは。あ、なんか倒れてる。あれ、なんか人が倒れてますって、あそこね。あ、そうか、さっきの敵か、あれ。あ、でも敵消えるもんね、このゲーム。あそこにも回復あるやん。こいつやっぱ倒さなあかんねんな。いっぱい回復あるやん。あ、2人もおんの？うわ、回復は頻繁に出てくるのがすげえ助かるよな、このゲーム。
し、倒した。まだいるな。お、なんか今ちょっと技みたいなのが出たな。やばいやばい。やばいやばい、ちょっと待って。やばいやばい、ちょっと待って、すげえ。ちょっと待って。あ、キック出ないねんけど、おい。キックが出なくなったけど。なんか急に出なくなるときあるんですよ、キックが。回し蹴りが出ないときあるんですよ。あぶねえ、ちょっと待って。まだいるんや、敵。ほらもうめっちゃ越したらキックが出なくなるのがこれ嫌やな。パンチまだいるんか。敵多くなってきたな、この辺ぐらいから。あ、まだいる。ある程度距離がね、離れてないとキックが出ないんですよね、これ。ほらパンチ出なくなった、キックがまた。これもうパンチそれしかないんですよ、至近距離は。ある程度離れてないと回し蹴り出ないんで。最強の回し蹴りですけどね。めっちゃ敵多いな、俺。まだいるんか。めっちゃ出てくるな。地面長すぎないか。ほら当たんなくなるんですよね、ある程度すると。敵も硬くなってるし。やばいやばい、ちょっと待って、出ないねんけど、キックが。おい、うわ、もう体力ないねんけど、もうあれが回復も出ないし、ないし。カラスマ A さん、もっとスムーズにやってたけどな、俺が下手くそなだけなんかな。まだいるんかい、おい。敵多すぎないか、おい。どんだけ出てくんねん、おい。無限出てくんのか、これ。おい、キック出ないねんけど、おい。うわ、終わった。これ、もしかして無限出るんか、敵。ロード。どういうことや、これ。物理的に無理なレベルになってるやん、この敵の量じゃ。多分これ、多分無限出るんかもしんないな。ある程度したらちょっと見切りをつけて逃げた方がいいのかもしんない。相手にせたらこれキリないことかもしれん。つうか、これで逃げた方がいいのかもしれないな、こっちに。ほら、出てくるから、相手せんでええねんて。これ、戦闘モードになったら逃げられんのか、これ。で、これ、こっち、こっち。
ほら、出てくるやん、ほら。ちょ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 、逃げてくれよ、おい。よしよしよし。もしできるやん、ちゃんと。こっち、こっち、こっち行きたいねんけど。よし、行けた行けた、進めた。やっぱね、これ、相手にしてたらキリないんですね、おそらく。ある程度、倒したら、逃げないといくらでも出てくるから、多分そういうことだと思います。全部倒せたらキリないんですよ、多分。こういうところは倒さないとしょうがないけど、多分。めっちゃタフなってんねんな、敵も。やっとや。もう2時間ぐらいやってて、まだ一面クリアしてないからね。じゃあ合計で。カラスマ A さんはね、結構短い時間で一面クリアしましたけど、またいんのか、おい。待って。回復取らせてくれよ、せめて、おい。ある程度ね、敵倒したらね、門の方行って逃げないといくらでも出てくるんでしょう、これ多分。キリなく。ほら、いくらでも出てくるから。回復あるな、あそこに。ほら、また出てきた新しいやつ、おい。どんだけ出てくんねん、おい。いくら、キリないんですよ、いくら相手しても、これ。敵倒したから回復取ろうと思っても、ほら、どんどん出てくるから。硬いしさ、この辺の敵。倒しても倒してもどんどん出てくるから。やっと倒した。もう出てくんなよ、おい。回復、こっちにあったよな。どこやったっけ？これまだもたもたしてたから敵出てきたらあかんから。回復今ないねんな。これまた動いたら敵出てくんちゃうの、どっか。操作性悪いわ。今回復あったけど、どこやったっけ。こっちやったっけ。回復取らんと。うわ、また敵出てきたやん、もたもたせたら、おい。マジかよ。回復どこやねん、おい。さっきあったやん、どっかに。
敵出てきちゃったやんか、おい。どこにいるかわからんけど。あれ、回復あったけどな、さっき。なかった。消えてまうんかって。それとも回復。こっち出たら多分敵出てくるよな。ここのゾーンはもう出ないか。あれ、さっき回復あったけどな。取ったんか。取ってないよな。でも見えてないもんな。なくなってるよな。しょうがないな、これ進むしかないか。ないよな、見当たらないもんな。回復さっきあったけどな、消えてもうた感じやな。しょうがない、進むしかないな。これ戻ってんちゃうの。これ多分戻ってるな。多分こっちやと思うね、多分。操作性悪いわ。あれ、行き止まり？どういうことやねん、おい。戻るんか。敵の声気持ち悪いな。あー、もう操作性悪い、これイライラするわ。ほんま操作性悪いわ、これ。これ視点コロコロ変わるから、どこ歩いてるのかいまいちよくわからなくなるし。ちょっと待って、どういうことこれ。どっち向いてんのかわからなくなるんですよね。こっちじゃないの？あ、行けた、行けた、行けた。やっと行けた。こっち先進んでるよね、多分。やっと行けた。これボスじゃないんですか、多分。一面の。やっと。これボスですよね。一応セーブしとくか。8でセーブするか。体力あんまりないけどな。でもザコも出てくるもんね。あ、これボスっぽいな。ザコと同じ声な。うわーっていう声はザコと同じや。もう1体しかいないから、いっぱいいるザコと戦うよりはまだこっちの方が楽ですね。もう密着したらパンチするしかないね。蹴り出ないから。よし、倒した。一面クリアですね、やっと。あ、これまだなんかやることあるんか。ボス倒しても、もう体力はやばいから鼓動が鳴ってますけど、回復出ないのかな。なんかやることがあるんですね、多分。ちょっと待って、どっか進むんでしょうけど、どこに進むのかいまいちわからない。これ進んでんのかな。あ、ここっぽいな。ここっぽいな、なんか。これでクリアか。やっと一面クリアか、これで。もう電池ないけど、デジカメの。
いやー、2時間以上かかってますよね、ここまで来るのに、1面クリアするのに。これ、全部で5面、5面ぐらいあるらしいんですけどね。これでやっと1面クリアですからね。いや、僕はもうね、1面クリアしたら満足って感じしますけど、これ2面ですね。あ、完全回復してくれてる。またなんか喋るんですよね、ベラベラ。ベラベラ喋るのは終わってからじゃないと、動けないんで。はい、これで、動かせますね。これは、ちょっとなんかね。おお、いきなり犬か。中国風。もう倒した。中国風なんですって、今度の面は。ちょっと中華風のステージになってるらしいですけど、ちょっと音楽もそんな感じですね。ちょっとね、はいはい、もう敵がいますね。強い。なんかあるな、アイテムが。まだ生きてるな。よし、倒した。なんか手袋みたいなのがあるけど、使ったらどうなるの、この手袋。一応使用してみたけど、半分ぐらい体力減ってるな。お、攻撃力強くなるんちゃうの、これ。強くなってんちゃうの、これ。こっちでいいのか。これ出るのに出てるよな、これ多分。あ、こっちか。あ、こっちや。でもな、手袋やからキックじゃ意味ないねんな。せっかく。わ、猫や。猫っぽい。トラか猫かなんかや。パンチの方がいいのかな。攻撃力上がってるから、パンチの。どこ撃っとんねん、おい。やられたよな。どうぞ。いや、ここはちょっとまたいきなり難しくなって。ああ、そうか、このセリフめんどくさいな。まあでも1面クリアしたら満足ですけどね、僕は。もうこれで、もう2面序盤から難しいやん。よう烏丸さんクリアしたな、すげえな。そんな難しくなかったって言ってましたからね。いや、僕は 3D 格闘自体は、ね、ちょっと格闘自体は苦手なんでね。だから、うまくいかないんだと思いますけど。猫か、これ。猫やね。あ、親帰ってきたな。まあ、ちょうど終わりですね。はい。今日は終わりにしましょう。はい。じゃあ今日これで終わりますね。はい。うん。うん。うん。